アケボノ太郎は、アメリカ合衆国ハワイ州オアフ島、ワイマナロ出身で東刊部屋に所属していた大相撲、第64代横綱。後にプロレスラー、総合格闘家、タレントに転向。格闘技、プロレス分野では、アケボノのリングネームで活動している。2013年、東刊部屋に昇平されて、以降、市範台を務める。本名同じ。 救命、米国名、ジャド・ジョージ・ハヘオ・ローウエン。ハワイ・パシフィック大学中退。プロ野球横浜対応ホエールズに所属していた、ジョーイー・マイヤーはいとこにあたる。入門前ハワイではバスケットボールをしていたが、大学はコーチとの対立もあって中退。後にその体格を、東刊親方に見込まれ、相撲会入りし、1988年3月場所に、初土俵を踏む。 もともと当館は弟の方を入門させたかったようであったが、気の進まない弟のジョージは、しょうがないよ、兄貴を連れて行くと身代わりに、チャドを新弟子として提供した。父親はいきなりの展開にもかかわらず入門を喜んだが、一方で母親は、もう反対。母の反対もあったので、日本にやってきた時にチャドは、とにかくもう範囲には帰れないなと感じていた。 チャドはまた本土の大学にスカウトされた地元の運動部員が挫折してハワイへで戻るたびに住民から中傷を受ける様を何度となく見てきたため両親を困らせないという意味でもハワイには帰れないと覚悟していた入門から十両昇進まで同期入門は花の六十三組と言われる横綱三代目若の花、高の花、大関海王、小結若の山 全統力桜、十両須佐の湖、鶴の富士、こと、岩国、ことの方など。序の口では高花田に勝ったが、ことの方に、プロ初黒星を期している。相撲教習所に入学したばかりの頃は、来日から日が浅いことで、若鷹ブームのことを理解していない明け物ですらも、若鷹兄弟との格の違いを思い知らされたといい、自身が基礎の稽古を行っていた際にはもうすでに、 若隆兄弟は三段目山下の地位にいる教官と申し合いをしていたという。教習所時代には若の山の強さにも驚いていたようであり、教習所の生徒たちでトーナメント戦を行うたびに優勝していたと10回している。後年のインタビューでは、中学横綱のタイトルを引っ下げて入ってきて、体はさほど大きくないんだけど、もう手がつけられないほど強いの。 若野さんは入門して半年くらいで、教習所の先生たちと同じくらいの番付まで出世していました。中学を卒業して入門した力士で、そんな人はおそらくいないんじゃないかなと当時についての感想を述べていた。新弟子時代にはまだ相撲歴が浅かったこともあって、場所入りの度に、当館からせいぜい頑張ってくれよ。負けても仕方ないよ。 相手の方がちっちゃい時から相撲を取ってるんだからという趣旨の冷やかし文句を浴びせられたという三段目時代の1989年3月場所前まだ指折りの大部屋だった伊勢ヶ浜部屋に出稽古に出かけた明け者は当時1月場所で10勝を挙げ自己最高位の前頭筆頭まで躍進した若瀬川に胸を借りた相手が三段目と甘く見ていた若瀬川はに3回 軽く、四股を踏んだだけで、仕切って待っている。明けぼのの前に立つと両手を広げて大きく、胸を出した。明けぼのは、若瀬川の胸をめがけて頭から、思い切りぶちかますと若瀬川は仰向けにひっくり返り、腰を痛めて病院に運ばれる羽目になった。初土俵からわずか一年で、幕内力士を病院送りにした明けぼのは、この場所六勝一敗、翌場所は早くも幕下に昇進した。 ちなみに、若瀬川は7日目まで休場、翌日から出場したが、わずか1勝しかできず、ついに三役の座を支中にすることはなかった。2メートルを超える体格を生かす技術を身につけるために、東刊は積極的に出稽古させた。出稽古先では、佐渡が学から小さい力士相手には鳥を追うように行けと指導を受けた。そうした努力と指導によって、小兵相手でも苦にしない、 長いリーチからの伸びのある強烈な突き押しが生まれた。重量昇進から横綱昇進まで1990年、3月場所新十両。同年9月場所、若花田、大正山、高藤力と共に新入幕。日並みに一文字四名の新入幕力士は1916年、5月場所新入幕の名とキ地以来74年ぶりであった。 また、1993年3月場所には、1915年6月場所の、大鳥谷五郎以来、実に78年ぶりの一文字仕込めへの新横綱となった。新入幕の頃にはすでに内心で大相撲に対する、使命感を持っていたとのことであり、これについては、僕らの場合は発祥、勝ち越しなんかじゃ許されない。10番くらい勝って、ようやく、まあまあ良かった。 合格点みたいな感じだったわけです。それくらい、周囲の期待はものすごいものがある。でも、それに応えて、それでも満足できない僕らがいたんですよと引退後のインタビューで10回している。また、当時前頭筆頭の地位だった1991年、7月場所初日では、体重が200キログラム以上の巨漢横綱だった、大野国を、明けぼの自ら立ち合いから一撃で、 大野国を押し倒し、土俵の外へ一気に吹っ飛ばしたこともあった。なお、同場所で復活をかけた横綱大野国は、この一番で調子を狂わせたのか8日目で4勝4敗の成績不振により、この1991年7月場所限りで現役引退となっている。1992年5月場所千秋楽では、最後まで優勝争いに加わっていた当時全頭7枚目の、 若花田を一気に押し倒して、幕内初優勝を果たした。これで、直近3場所の成績が、すべて3役の地位で13勝から8勝から13勝で、合計34勝11敗、大関昇進の目安とされる、3役で3場所合計33勝以上の成績を上げる。ただし、2場所前の8勝7敗が、物足りないという意見が一部出ていたものの、当時横綱は、 5月場所直前で北東海が引退して空位、大関も小西樹と霧島の二人しかいなかった事情もあって満場一致で明けぼのの大関昇進が決まった。しかし期待された新大関の翌1992年7月場所直前、直前のヨーロッパ巡業による時差ボケや遠征の疲労の影響か、稽古中に足の小指を骨折してしまった。 明けぼの本人は強行出場を直訴した者の師匠を、はじめ周囲の大反対の意見を受け、医師からも、ここで無理すれば、完治までに3ヶ月かかる。安静にしていれば1ヶ月で治ると説明されたことで、初土俵以来初の無念の全球に、いきなり、大関門番となった次の同年、9月場所は、9日目で3勝6敗と黒星が先行。あわや大関2場所目で、 関分け落の大ピンチだったが、そこから切り抜け終盤6連勝、9勝6敗と、なんとか勝ち越した。とはいえ本人にとって、この場所の不甲斐なさは相当であったようであり、場所後は、くまで飲んだと伝わる。そして1992年11月場所では14勝1敗と2度目の優勝。翌1993年1月場所も、 大関昇進をかけていた関脇の高野花を、先週楽結びの一番での直接対決で圧倒して完勝。13勝2敗で3度目の優勝、さらに大関の地位で2場所連続優勝を果たして、ついに外国出身初の横綱に昇進した。1992年5月から1993年1月まで5場所続いた横綱空位を、1993年。 三月場所で解消した。当時の明けは、すんなり昇進できたと認識していた一方で、高花田の大関昇進について、かなり厳しい見方があったことが、伏線になっていたと振り返っている。横綱昇進伝達式では、横綱の地位を怪我さぬよう稽古に昇進しますと、向上を述べた。横綱現役引退横綱土俵入りは、運流型を、選択。 東韓部屋と同じ高さご一門である、九十親方が土俵入りの指導を行った。新横綱の1993年3月場所は10勝5敗に、終わり、横綱2場所目の同年、5月場所は、先週楽結びの一番、大関高の花と13勝1敗同士の相星、決戦で惜しくも敗北。それでも横綱三場所目の同年、七月場所から十一月場所まで、 幕内優勝3連覇を達成。さらに、同1993年は、自身初の年間最多勝を獲得。その後も1994年11月場所に、至るまで11場所の間一人横綱を維持。1994年3月場所では12勝3敗、同士で新大関高野並、平幕高遠力との優勝決定戦密度萌えで、連勝して、優勝。 混戦を制した。1994年5月場所前、巡業中に無双山との稽古中に左膝を痛めるも、一人横綱の責任感からどう、5月場所を強行出場。さらに5月場所9日目の小ぎ金銭で右膝も故障するが、10日目まで明けぼのただ一人10連勝していた。しかし11日目。 当時前頭筆頭の高遠力に土俵際の引き落としに敗れて、金星配球失意に初黒星。翌12日目、前日の高遠力戦で両膝の怪我が悪化したため、突如途中休場、横綱不在となってしまう。場所後両膝を手術したが、その回復が遅れ、同年7月場所、9月場所は、共に全休。 11月場所で3場所ぶりに復帰し10勝5敗に、止まるも、同場所編集落結びの一番の当時大関、高野花との取り組みは、今後も、大相撲氏に語り継がれる歴史的な大熱戦となった。明け物は惜しくも高野花に土俵際での上手投げに、敗れたが、福岡国際センターの館内は、大拍手が鳴りやまなかった。また高野花はこれで大関で2場所連続全勝を、 達成し場所後横綱昇進を決め、翌1995年1月場所からは、明けぼの、高野花と同期生同士の二人横綱となった。なお、明けぼのの横綱土俵入りは、四股の足がほとんど上がらず、この点では、高野花と比べて見劣りました。また、土俵中を最後の左の四股の前に横に出す手は、右手なのに、1993年9月場所、 横綱4場所目を迎えた明けぼはなぜか土俵入りの際、左手を上げて、左の四股を踏んだ。しかしたくましい上半身が引き立つ、競り上がりは非常に迫力があり、NHK の大相撲中継でもたびたびアップで映し出された。いかつい顔も競り上がりで正面を睨む、この時ばかりは生え、そうじて魅力ある、土俵入りを見せたと言える。 1998年2月に行われた長野東京オリンピックでは、東横綱の高野花が直前の同年、1月場所中体調不良で途中休場となったため、欠席した高野花の代役として、西横綱の明けが開会式の時に横綱土俵入りを演じた。1994年5月に両膝を故障した後は若田からの活躍や、 同じ範囲出身で後輩の武蔵丸の台頭もあって、優勝感覚が開くことが多くなり、2001年1月場所の引退までのおよそ6年間で幕内優勝は4回に止まった。特に1997年5月場所の優勝以降3年間は、個人講演会が結婚に反対した末解さんし、2000年には第二子が生まれたが、講演者が去って行き渡し生活でも苦境に、 立たされていた中での出来事であった。公演開会解散以降は、資金難に苦しめられ、年寄り名跡を取得できなかった。それでも2000年7月場所は、初日から13連勝を決めて、19場所ぶり10回目の幕内優勝を達成し、復活を果たしたが、自身はこれで満足できたため引退することを考えたという。しかしその後、もう少しだけ頑張ってみようと思い直し、 翌、9月場所は終盤まで優勝を争い優勝時点に止まったが、先週落結びの一番で14戦全勝だった第67代横綱武蔵丸に唯一の黒星をつけ先輩横綱の意地を見せる。次の同年、11月場所は3横綱後大関が全員先週落まで解禁し、さらに8力士すべて9勝以上の勝ち越しというハイレベルの中、 明けぼは14勝1敗の成績で2場所ぶり合計11回目の優勝を果たしたが、これが結果的に明けぼ自身最後の幕内優勝となる。その2000年は1993年以来7年ぶりに6場所無欠場解禁、かつ2度目となる年間最多価値も獲得している。翌2001年の1月場所は持病となった両膝の怪我の悪化により全球。 その1月場所終了直後の2001年1月22日、両膝の回復がこれ以上見込めないなどの理由により、突如現役引退を表明する。引退については、1月場所12日目の夜、当館と話し合い、当館親方は、もう一度頑張ってみろと医療したが、明けぼのから返事はなかったという。二人きりの部屋で、黙ったまま長い間見つめ合った。 ああ、終わりだなと思ったと当館は引退の際に語った。2年前の引退ピンチの時も励まして再起させた。今度も昨年は2度も優勝しているし励ませば大丈夫と思っていた。でも膝の状態は限界を超えていたと当館も限界を認めるしかなかった。時津ゼリ事長は言葉や生活習慣の違うところに飛び込み精進して横綱に登り詰めたのは 立派とねぎらった上で、この世界では、引退はいつも背中合わせ。明けぼのは、新しい世紀の場所で、高野花のあのような土俵を見届けて、心安らかになれたでしょうと心情を思いやった。二、横綱時代となるが、武蔵丸はまだ元気。高野花も復活。五大関もこのままではない。若い力も対等して、これからいい展開になると思うと、 安泰ぶりを強調していた。引退会見での明けぼのは、8から10勝の平凡な勝ち越しならできるが、もう優勝争いは不可能。横綱として足を引きずった、惨めな姿で土俵に上がりたくないと決意したという、印象に残った本場所として初優勝の場所と2000年の2度の復活優勝の場所を挙げた。また、 後年になって、両膝の怪我の原因が腰にあったことを明かしている。ロイター通信は、ドーンを意味するあけぼのは、小二式以上の品格を備えていたため、タブーとされた、外国生まれのグランドチャンピオンになれた。スポーツに引い出るだけでなく、ウルトラ閉鎖的な相撲の世界にも適応したキャリアを、終えたと報じ、AAP 通信は、ハワイ生まれで、相撲の最初の外国生まれの横綱が引退した。 横綱昇進時には多くの日本人から横綱は日本人じゃなきゃと反対された。多くの逆風も無言でしのいだがついに輝かしいキャリアに幕を下ろしたと紹介した。元横綱明けぼの引退相撲は2001年9月場所後に行われた。横綱最後の土俵入りには同期のライバルだった横綱鷹の花が 右膝の手術後長期療養中により参加せず、立ち持ちは横綱武蔵丸、露払いは武蔵丸と同じ武蔵川部屋で当時大関の武蔵山がそれぞれ務めた。なお、明け物の断髪式には高野花も出席し、他、武蔵丸や小西木らがハサミを入れていた。引退後、若野花、高野花と共に相撲人気を高めた貢献者として、 日本相撲協会から功労金に1億円が送られた。礼儀正しさや謙虚な態度は日本人以上に日本人らしいと評され、部屋や一門の別なく会の若手に積極的に稽古をつける第一人者としての責務を真面目に果たしたことなど、親方衆、力士からの評価はとても高かった。当時の横綱審議委員であった内立真貴子も礼儀正しさに感激しました。 帰り際にもドアの前できちんとお辞儀をし、いつもあけ物の,の悪口を言ってる私自身が恥ずかしく、なるほどでしたと賞賛の意を述べている。長身を生かした突き押しが特徴で、立ち合いの際にはリーチの長さを生かすために、仕切り線から下がって始めることが多かった。その一方で、足が長い体型から下半身が脆いという、致命的な弱点を持ち合わせていた。手足の長さから重心が高く、 半月板損傷などで足の故障が多かった。特に舞の海など小兵の力士に懐に潜り込まれ足を取られると容易にバランスを崩され何もできずにあっさり負けてしまうことも目立った。例として1991年11月場所で舞の海に三所攻めで負けた一番はその恒例である。横綱昇進からしばらくするとあんこが顕著化した影響で 膝が悪化したため、突き押しの他にもろ手突きから右四つに組む相撲も、使用して慎重な相撲を心がけるようになった。現役引退後は、明けぼの親方として東韓部屋で後輩の指導をしていたが、東韓親方との関係や将来設計、日本相撲協会の体制ややり方に不安を抱き、2003年11月5日、日本相撲協会に退職願いを提出し受理され、 翌11月6日に記者会見を開き格闘技、K1 参戦が発表された。2003年12月31日、デビュー戦となった、K、K1 プレミアム2003ダイナマイトで、ボブサップと対戦、1ラウンドこまけ。なお、明け物がうつ伏せになって倒れているシーンの視聴率は、紅白歌合戦を上回った。2004年3月27日、 K-1 ワールド GP2004 イン埼玉で武蔵と対戦、プッシングでスリップダウンした武蔵に対しレフェリーの静止を振り切り攻撃し続けたため反則をカウントされるなどして判定負けを喫した。2004年7月17日アジア GP トーナメントで中国の長慶軍と対戦するも手数が出ず延長の末判定負けとなった。2004年8月15日 K-1 ワールド GP2004 イン LAS ベイグスで行われた世界最終予選でリックルーファスと対戦。プッシングの反則で減点を受け0から3の判定負け。2004年9月25日 K-1 ワールド GP2004 イン東京開幕戦でレミー・ボンヤスキーと対戦。2R まで前線するも 3R に右ハイキックで失神小負け。 2005年3月19日、K1 ワールド GP2005 インソルの準々決勝で、角田信明と対戦し、判定で悲願の初勝利を挙げた。しかし、準決勝で、チェホンマンと対戦し、小負け。2005年7月29日、K1 ワールド GP2005 インハワイで、チェホンマンと、再戦したが 1R2 分52秒 TKO 負け。2006年7月30日、 チェンンと3度目の試合を行い、2 r 57秒小負け。2008年8月9日、K1 ワールド GP2008 インハワイの大会プロモーターを務めた。2015年12月31日、リジンファイティングワールドグランドプリー2015埼玉、3D エイスでボブサップと再戦し、判定負け。2004年12月31日、 K1 プレミアム2004ダイナマイトで、ホイスグレーシーと初の総合格闘技ルールで対戦。ホイスとの体重差は実に138キログラムで、あったが、重プラッタから、リストロックを極められ、1R で、タップアウト負け2005年12月31日、K1 プレミアム2005ダイナマイトで、ボビー・オロゴンと総合格闘技ルールで対戦し、判定負け。2006年5月3日、 ヒーローズに参戦しドンフライト対戦し、2R3 分50秒フロントチョークで1本負け。2006年12月31日、4度目の大晦日格闘技参戦となった、K1 プレミアム2006ダイナマイトでジャイアントシルバと総合格闘技ルールで対戦。1R1 分2秒チキンウィングアームロックで1本、負け。フリーランス2005年のプロレス参入後、 2013年8月まで、個人事務所、明けぼのみ所属のフリーランスレスラーとして、全日本プロレスや、ハッスルなどをはじめ様々な団体、興業に参加した。全日本プロレス2013年9月、全日本プロレス正式入団5発の大会となる、王道トーナメントに参戦。1回戦で、優勝候補の秋山ひとしと対戦し、新必殺技のパイルドライバーで勝利。 決勝戦まで勝ち進み、対戦相手の塩崎号にも勝利し、第1回王道トーナメント優勝を果たし初の三冠ヘビー級王者にもなる。2014年4月22日に肺炎のため入院し、その後も体調が戻らず5月30日に王座を返上した。7月27日、8月16日の後楽園、ホール大会で復帰することと、 全日本プロレス運営会社の取締役に就任することが明らかになった。2015年4月25日、2015チャンピオンカーニバルでスワマを破り、初優勝した。2015年11月2日付で退団し、取締役も辞任。王道2015年12月4日、株式会社王道の発足を発表。自らのマネジメント事務所、 並びにプロレスラーとしての所属団体。ジャイアントババ夫人であるババ原子からの支援から王道を譲り受けた。また、個人事務所をババの自宅に構えるなど異例となった。2016年4月20日、後楽園ホールにてプロレス工業王道ザビギニングを開催。2017年4月11日、福岡県内で行われた試合後に体調の異変を訴え、 救急搬送された。右足放火式炎と感染症もあって、さらに心臓に負担がかかり、心身の不調が続いた状態。当初は10日で退院できる予定であった入院が長期化し、一時は家族が明け物の死を決意するほどであったが、同年10月からリハビリを始めることになった。一日一時間、足や手を動かすことから始め、軽いダンベルを使って筋力をつけ、 小さなボールを握って握力をつけ入院から1年近くが経過した時点では入院生活は続けているものの10メートル程度なら自力で車椅子を動かせるようになった210キログラム前後だった体重は151キログラムになった2018年9月下旬の時点では緊急搬送されてから37分間の心停止に見舞われたため重度の記憶障害が 後遺症として残り、会話もおぼつかず、食事も着替えもままならない状態であった。足腰は骨が浮くほど細くなり、特殊な歩行器でリハビリの訓練を行っている。しかし、花田虎上が見舞いに来ると、現役当時の記憶が蘇り、終始笑顔で花田と話をしていた。明け物は若い頃にプライベートで花田虎城を飲みに誘ったのにすっぽかされたが、 花田虎城は遊びに行くと勝負に城が入ってしまうからと、あえてすっぽかしたということをこの時初めて明かしていた。あけぼのスプラッシュ2メートルを超える長身といかつい、要望のため、また若隆の人気が突出していたため、あるいは師匠同士の因縁のため、外国人初の横綱を張ったことなどから悪役的な位置づけをされることが多かった。実際に師匠同士の因縁については、 本人も新弟子時代より意識しており、当時より高花田に負けたら部屋に戻れないだろうと思っていた。だが、平幕力士として話題性が少なかった時期には、関取に昇進して以降ハワイの両親のもとに送金を欠かさなかったことから、高校息子と評される。また、当時の東刊部屋の部屋頭だったことや、師匠譲りのオレンジ色の回しを締めていたことから、ジェシーの一番弟子として、 微笑ましく見守るファンは多く、相撲部屋を扱ったテレビ番組で師匠の東漢親方と共に、当時の高砂親方のもとに、新年の挨拶に訪れ、お年玉をもらう姿が放映されたり、好意的に扱われていた。しかし折からの若鷹ブームで相撲を、大々的に取り上げ始めた民放スポーツ番組では、若鷹に対抗するヒールとして扱うことが当時は多かった。 明けぼの木両優の対戦は、1990年11月場所2000年11月場所の61、場所間に42回実現し、先週楽結びの一番の対戦は、史上1位の27回、先週楽両者優勝圏内の対戦が10回あった。先週楽は、先週楽結びの一番を示す。通算成績拡大優勝3勝。 金星幕内での場所別成績主な力士との幕内対戦成績。ありがとうございます。